すべての一般市民は速やかに宇宙港に退避せよ。サイドセブンはジオン軍の攻撃下にある。繰り返す。すべての一般市民は速やかに宇宙港に退避せよ。ガンダムユニットを出せ。シオンの攻撃だ。ザクが侵入している。ガンダムを出して迎撃に当たってくれ。少尉、答えてくれ。ドーティー少尉、誰だお前は。キラヤマト。民間人じゃないか。誰でもいい。パイロットはみんなやられた。そのエレベーターに乗ってガンダムに乗り込んでくれ。ライド、コックピットに乗り込めばインターフェースが自動的に君の反応能力に合わせて全ての機能を最適化してくれる。むちゃくちゃだ。こんな OS でこれだけの機体を動かそうなんて。キャリブレーション取りつつゼロモメントポイントおよび CPG を再設定。なら、基地必須の分子イオンポンプに制御モジュール直結、ニューラルリンケージネットワーク再構築、メタ運動パラメータ更新、フィードフォワード制御再起動、伝達関数、これより変数修正、運動ルーチン接続、システムオンライン、ブートストラップ起動。え？どうも、クソコーディネーターです。前回のパートにてニコルがソードストライクにホームランされましたが、僕は元気です。アバよ、撃たなければ撃たれる。俺もお前もみんな。でも僕は人を殺してきて、それでみんなはよくやった。そんなのってみんなは僕が人を殺すの当たり前だとでも思ってるんだ。シンは脚本に殺されたけどな。人殺しじゃない、戦争をしてるんだ。悲しいけどこれ戦争なのよね。命取りになるぞ。いや、何か喋れや。キラ、大丈夫？大丈夫です。お前の恋人、この後死ぬけどな。 X ナンバー、イージスが接近しています。グールの熱源も感知しました。俺もスカイグラスパーで出るよ、キラ。シミュレーションもバッチリだし、ストライクの支援と上空の監視だけだからね。俺だって頑張んなきゃ。やられたいのか。ここは作中同様エールストライクで出撃しましょう。お前、今感情むき出しの顔ぐらしてるけど、ニコルが死んだ時、真顔だったの忘れねえからな。アスラン、逃がさない。ええ、やっと、イージスとのガチバトルですね。ちなみに全然強くないです。ジャンプしまくって、ビームライフルを撃ってれば勝てます。あと HP は減りますが、緊急回避攻撃を当てると、相手の PS 相当を一気に削れる。これで掘り寄せば余裕かと思われます。壊れちゃったです。できない。なんだこの迫力のない絵面は。アスラン、教えてくれ。君を振りかぶったそのヤンドは一体誰に向けられてるんだ。放送終わってないのに無理やりこのゲーム発売させた関係者に向けられているんでしょうね。教
教えてよアスラギラおいトールダメだ来るなスリアもうちょっと避ける努力しませんここで皆さんにクイズです。作中だと、イージスとストライクは、お互いにボロボロになりながら戦い。イージスが変形して特攻、ストライクを捕獲して、ゼロ距離でビームを撃とうとしますが、エネルギーが切れてしまい撃てません。そこで、アスランは、機体を捨てて自爆という選択をするのですが、このゲームだと、すでに、イージスのエネルギーは吸っているので、どうなるんでしょうか。何？自爆？は？いや、掴んで即自爆とかお前。アスラン脱出してないやんけ。キラの消息は不明ですが、先ほど自爆したアスランは、このゲームでは、もう二度と出てきません。やはり死にましたね。ついにアークエンジェルは、地球軍アラスカ基地へと到着。しかし、苦難の末に待っていたものは、あまりに冷淡で、釈然としないアラスカ基地の対応であった。ムー、ナタル、フレイの3人には転属命令が下され、アークエンジェルもまたアラスカ守備隊に転属となる。そこへ真のオペレーションスピットブレイクによるザフト軍の総攻撃が行われたのだった。ここら辺りちょっとややこしいので右側に解説を置いておきますね。これはガンダム。ダッシュした機体をもとに開発したザフト最新の機体だそうですわ。これをなぜ僕に。今のあなたには必要な力と思いましたので。この女さらっと最新鋭モビルスーツを渡してくれますけど、この一件のせいで自分の父親が指名手配されることになります。思いだけでも力だけでもできないことがあります。だからでは行ってらっしゃいませ。ついにフリーダムガンダムが出撃します。この後キラは宇宙から大気圏突入。アークエンジェルが頑張っている地点まで直接降下して大ピンチを救うというファンの間では大変人気のある舞い降りる剣と呼ばれる名シーンが待っています。しかしこのゲームではどうなるのでしょうか。と、徒歩な、なんと歩いてアークエンジェルを助けに行かないといけないようです。で、右側の説明の通りフリーダムはクソ強モビルスーツなんですが、このゲームだと正直そこまで強くないです。しかも設定上フェーズシフトダウンしないのに攻撃食らいまくるとフェーズシフトダウン速攻で注意です。あとこのステージ的が死ぬほど多いです。なんだこれって暗い多いです。ビームサーベルが機体より長くて草。今のがフリーダムの緊急回避攻撃です。フリーダムの攻撃自体はあんま強くない。この攻撃使いまくって倒すしかないですね。あとこのステージ制限時間あるみたいでタイムアップでも失敗のようです。あ、ボスが出てきましたね。デュエルガンダムアサルトシュラウド君ですね。せっかくなのでここからはノーカットでいきます。
ギリギリの戦いでしたが、デュエルガンダムを倒すことができました。さて、この後の展開が気になるところです。舞い降りてない剣じゃねえか。こちらキラヤマト、援護します。今のうちに体幹を。キラ君、あなた本当にキラ君なの？キラ、驚くのもわかるが、今はそれどころじゃない。サイクロプスが作動しまうぞ。タイロは確保してあります。早く。あ、これタイロの確保のために戦ってたのね。そう、そうね。全艦全速退避。どうも、クソ投稿者です。皆さん、画面を見て分かる通り、このゲームここでエンディングとなります。クリアまでだいたい2時間かからないぐらいで終わってしまったんですよね、このゲーム。なんでまあもうペラペラですね。もう内容が本当にペラペラです。まあ、ただこのガンダムシードっていうアニメが放映中に、このゲーム無理やり発売されたという経緯があるので、まあ、一概にね、その、まあ、内容に関してあんま叩いちゃいけないと思うんですけど、まあ、あえて感想を言うなら、まあ、クソの二文字ですね。クソです。まあ、当時ね、ガンダムシードの人気っていうのはものすごかったんですよ。今はなきおもちゃ屋とか行っても、シードのオープニングが流れて、シードのね、ガンプラがたくさん積んであって、みたいな光景がね、本当に懐かしいんですけど、まあ、そのせいもあってね、シードのゲーム出せば売れるやろって思って作られたっていうゲーム感が半端ないんですよね、このゲーム。まあ、しかもね、当時、各家庭にインターネットを使える環境があまりなかったっていうのもあって、こういうゲームの情報とかってね、もう買ってみなきゃわかんないんですよね。友達ん家で買ったやつやるとか、まあ、人聞きでちょっと聞いたりとかしないと、まあ、その神ゲーとかクソゲーとかの判断が全くつかないし、まあ、仮にクソゲーだったとしても、別に、あ、これクソゲーだったんだって、10年後気づくとかね、まあ、そういう時代だったんで、まあ、今の時代にこんなゲーム出そうものならね、もう炎上待ったなしなんでしょうけど、まあ、時代が時代だから許されたゲームなんだなと思いました。まあ、あとはこのストーリーモードで高スコア出したりとかすると、ジャスティスとかアストレイとかがなんか解禁されるらしいんですけどね。でそれを対戦モードとかで使えるらしいんですけど、まあ、正直もうこのゲームやる気ないんで、それは皆さん各自で買って出してください。でまあエンディングも長ったらしいんで、ここら辺で飛ばすんですけどね。まあ、最後に一言言うと、まあ笑えるいいゲームだったんじゃないんでしょうか。はい、ということでね、以上でこちらの動画を終わりたいと思います。動画の視聴ありがとうございました。